ロマネコンティはまだ飲んまさかのあるんかい。びっくりするなー、香りが広がる。すごいよ。ペアで繊細で美しいって感じがすごく好き。こんにちは、ワイン大好きなワインラバーの皆さん、元気ですか？はい、東京ワインサロンチーフソムリエのジュンヤです。今日もよろしくお願いします。もうね、今回ご紹介させていただくのは普段の馬安系のワインとは全く違う、対極にある正真正銘のベストオブワールド世界一ですよ。ナンバーワンに輝いた誰もを魅了する超神聖のワイン、こちらをご紹介していきたいと思います。ちょっとね、僕今日初めてこのワインお目にかかるので非常にちょっとね、緊張も興奮もしてるんですけど、ちょっとね、気合い入れて紹介していきたいと思います。題して、ロマネコンティに3連勝した超入手困難な伝説のピノノワール、ケンライトセラーズ編です。よろしくお願いします。よっ、今日も東京ワインサロンのゲスト、ランちゃんに来ていただいてます。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。どうですか、ランちゃん、ロマネコンティはまだ飲んまさかのあります。あるんかい。あります。ロマネコンティどうでした？いや、でももう震えましたよね、やっぱり。うわ、驚愕の、あ、そう、歴史の深さとかが全部ワインに詰まってるような。やばいよ、涙が出るみたいな感覚になりましたね。本当にどんな感覚、もう時間とか超えて、もうもうなんかいろんなこう時間の仕掛けがくる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 回ってるような、そんな情景が浮かぶ。うわ、飲んでみたいじゃないですか。いや、今日はね、とんでもなくものすごいワイン、かつ極めて入手困難なワインですよ。これをね、ついにやっと手に入れることができたので、満を持して紹介していきたいと思います。動画後半はね、特典コーナービビのポイントも高いので、ぜひ期待していただければと思います。まずね、このケンライトセラーズはカリフォルニアの上にあるオレゴン州のやや内陸、ウィラメットバレーというところで作られているピノノワール 100% のワインなんですけど、生産本数が本当に限られているので、もしね、インターネットとかね、酒屋さんで見つけたら、もう迷わず即買いしてほしい超希少価値の高いワインです。アメリカの最高評価の雑誌ワインエンスージアストでは、もう実にね、1万7500本以上もの全世界のワインの中で堂々たる世界ナンバーワン第1位に輝いて、さらには世界最高の評論家ですよ、ロバート・パーカーさん、わずかたった6件しかない満点の5つ星の評価を受けて、15年以上もの間君臨し続けてるんですよ、このケンライトセラーズ。すごいですね。やばいのよ。さらにですよ、さらにワインエンスジャストと双璧をなすワイン最高評価誌のワインスペクター、こっちの方が聞きなじみがあるのかな、これ の表紙をドーンと飾ったりとか、ワインスペクターの方でマスター・オブ・ピノ・ノワール、ピノ・ノワールの巨匠っていう風に呼ばれるくらい有名な、この同雑誌でロマネ・コンティに3年連続3連勝したとてつもない経験を持つワインですね。さっきランちゃんが説明してくれたロマネコンティさえ霞むんじゃないかっていうくらいの期待値がビンビン上がるワインですね。楽しみですね。やばいよこれは。毎年ね、本当に少ししか収穫できない、日本の輸入も少ない、取り扱いのあるレストランも少ないらしくて、唯一ね、知ってる中で僕も2年くらい働いてたんですけど、東京にあるミシュラン三つ星の日本料理龍銀さんっていうところに置いてる情報しかまだ確認取れてないんですよ。で、残念ながら僕がいた時はまだ日本の流通が全くなかった時期だったから、お目にかかれずだったんで、今日こんな素敵なワインに出会えたことを、やっぱりね、 CEO の耕作さんに感謝して心してテイスティングね、やっていきたいと思います。今日テイスティングさせていただくのはケンライトセラーズシリーズのカナリーヒルズビンヤードっていう場所で収穫されているものですね。それでは早速準備させていただきます。はい、お待たせいたしました。それではロマネコンティ3連勝の世界一のピノノワール、ケンライトセラーズのカナリーヒルズビンヤードですね、テイスティングしていきたいと思います。乾杯。乾杯。うっとりするなー、香りが広がる。すごいよ。でもさ、カリフォルニアの熟々系のピノとはやっぱちょっと違うかもしれない。全然違う感じですね。ブルゴーニュっぽいニュアンスがやっぱあるのよ。明るめのルビーですもんね。うん、そう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 。
これはスケールがすごい大きいですね。オレゴンって冷涼だからこそ仕上がる、なんかピュアな、繊細な、繊細、ワインですね。もっとこう、アメリカとピノっていうのだけ聞くと、もっとこってり、アメリカって言われたら、ジャミーな感じのね、ちょっとね、じゃないでしょってなる。これがオレゴンとカリフォルニアの一線を画す違いになるのかなと。すごいあのキリッとした女性を思い浮かべる。なんかこうふわっとした香水用だけを残して去ってた美女みたいなのを イメージに。美女も美女だな、持ちますよね。でもスマートな後ろ姿でこう、そうなんですよ、カツカツ歩いていく。ちょっとなんかやっぱピノノワールが持つちょっと儚くて美しいみたいなのが、そう表現されてるワインですよね。でもこの子は2015年で5年間熟成してるんだけれども、今が飲み頃なんじゃないかって思うくらい輪郭が柔らかくて丸い印象、開ききってる感じがするかな。綺麗にね、まだルビーが残ってるけど少しずつね、黒さみたいなのも見えてきて、今だなって感じが。そう、今日飲めて本当に幸せだ。動画が10分って決まってなかったらいつまでもコメントしちゃうよ、2人。なんかおつまみも作っちゃいますね、もうそんな。まあね、話はね尽きないんですけれども、ケーンライトセラーズさんは極力ねブドウに負荷をかけない自然派ワイナリーとしてもすごく有名で、あのワイン特有のねアルコール感が苦手な人とか、あのよくね中には頭痛の原因になりがちなこう酸化防止剤なんかも極力使わずに作られているので、本当にこうあのギフトとしてお渡しするワインとしても最適だなと思いますね。まあちょっと名残惜しいんですけれども、ランチャンポイント、ジュニアポイントとビビノポイントを発表して今日の良き日を締めたいと思いますね。ではランチャンポイントからお伝えしてください。はい、どうぞ。ズバリ 4.5。 おー、なんか本当にこれはかなり美味しい、優しいの。本当に優しい、なんか愛がある。そう、これもらったらもうキュンキュンしちゃいますよね。私のこと好きなのみたいな思っちゃうかもしれない。ジュニアポイントは、はい、まだ経験できてないロマネコンティへの期待を込めて 4.3 でいきたいと思います。高い、それでも高いですよね。いや高いよ。実はこの子めちゃくちゃコスパもいいんですよ。今回購入させていただいたのがインターネットのワインショップマシモさんっていうサイトがあるんですけど、そこで送料込みで8500円。8500円ですよ。それはコスパいい。そう、めちゃめちゃいいんですよ。だってロマネコンティってもう150万200万の世界じゃないですか。恐れ多くもっていう感じだけど、この子だったら自分へのご褒美とか、人生に一度の贈り物でもできるし、なんかワイン会とかに持ってくのもいいですね。これロマネコンティに買ったやつだよって、買ったやつだよって言われたらもうみんな、もう注目の的よ。ですよね。本当に小崎さん、気になるビビのポイントをお願いします。ビビのポイントは 4.3 です。おそっか、もうね、見事な一言につきますね。これお店とかでね、レストラン、まあ例えば僕働いてた龍銀さんとかで飲むんだったら、まあ3万前後とか、まあ3、4万くらいのレベルですよ。でもね、皆さん大丈夫。僕ら東京ワインサロンのメンバーになってくれたら、メンバーみんなとシェアして、卸価格で人数と等分してね、格安で味わえるので、ぜひね、飲んでみたい方はコメント、リクエストお待ちしてます。はい。ということで、今回はロマネコンティに3連勝したアメリカオレゴン州ウィラメットバレーで作られるケンライトセラーズさんのシリーズカナリーヒルズビンヤードを紹介させていただきました。はい、今回も最後まで見ていただいてどうもありがとうございます。東京ワインサロンはサロンメンバー募集中です。ワインライフを楽しみたい方、チャンネル登録で東京ワインサロンのメンバーになりましょう。サロンメンバーにはワインのお得情報をお伝えしたり、サロンメンバー主催のワイン会に招待しちゃいます。詳しくは概要欄に書いてますので、ぜひぜひチェックしてみてください。次回のためになる動画、美味しいワインを紹介していければと思います。楽しみにしててください。それではまた、バイバイ。